昭和恐慌は1929年10月にアメリカ合衆国で起き世界中を巻き込んでいった世界恐慌の影響が日本にも及び翌1930年から1931年にかけて日本経済を危機的な状況に陥れた戦前の日本における最も深刻な恐慌。 第一次世界大戦による戦時バブルの崩壊によって銀行が抱えた不良債権が金融システムの悪化を招き一時は収束するもののその後の金本位制を目的とした緊縮的な金融政策によって日本経済は深刻なデフレ不況に陥った昭和恐慌の発端は第一次世界大戦による戦時バブルの崩壊にある第一次世界大戦中は 対戦景気にはいた、日本であったが、戦後ヨーロッパの製品がアジア市場に戻ってくると1920年には戦後強行が発生し、それが収束に向かおうとしていた矢先、1922年の銀行強行、1923年には関東大震災が次々と起こって再び強行に陥った。この時、 被災地の企業の振り出した手形を日本銀行が再割引きして震災手形としたことはかえって事態の悪化を招いている。また、第一次世界大戦最中の1917年9月、日本はアメリカ合衆国に続いて金輸出禁止を行い、事実上、金本位制から離脱していた。アメリカは大戦直後の1919 19年には早くも金輸出を解禁し、 金本位制に復帰した。しかし日本は、大戦後の1919 19年末には、内地、外地合わせて、成果準備が20億4500万円に上り、国際収支も黒字であったにもかかわらず、金解禁を行わなかった。1920年代には、世界の主要国は次々に、金本位制へと復帰し、金為替本位制を大幅に導入した。 国際金本位制のネットワークが再建されており、世界経済は大衆消費社会を迎え、永遠の繁栄を謳歌していたアメリカの後継期と好調な対外投資によって相対的な安定を享受していた。日本政府はこのような世界的な潮流に応じて何度か金解金を実施しようと機会を伺ったが、 1920年代の日本経済は上述したように慢性的な不況が続いて危機的な状態にあり、また立憲政友会が反対に回ったことから金解禁に踏み切ることができなかった。さらに1927年には片岡直春蔵省の出現による取り付け騒ぎから発生した金融恐慌が起こり、為替相場は動揺しながら下落する状況が続いた。 1928年6月にはフランスも新陛下による金輸出解禁を行ったので主要国では日本のみが残された。この頃日本の復旧も枠も絡んで円の為替相場は乱高下したため金解禁による為替の安定は輸出業者、輸入業者の区別なく財界全体の要求となった。浜口内閣増唱時代の井上淳之助このような 状況下で成立した立憲民政党の浜口友好内閣は、金解禁、財政緊縮、非膜祭と減祭と、大使外交刷新、軍縮促進、米英協調外交を掲げて登場、金本位制の復帰を決断し、日本製品の国際競争力を高めるために、物価引き下げ策を採用し、市場にデフレ圧力を加えることで、産業合理化を促し、 高コストと高賃金の問題を解決しようとした。これは多くの中小企業に痛みを強いる改革であった。浜口内閣の井上淳之介蔵省は徹底した禁止区財政政策を進める一方で成果を蓄え、金輸出解禁を行うことによって外国為替相場の安定と経済界の抜本的整理を図った。1929年12月7日付の 大阪毎日新聞は、くだるくだる物価良いお正月ができると北総 M、サラリーマンという見出しで、金本位制復帰によるデフレを歓迎した。金本位制復帰後の当時の新聞記事の見出しでは、金融平穏無事、金解金後の財界は至極良好と来産されたが、1ヶ月後には、金解金で、産業界は公立相談時代、一般物価に非支部下は甚だしく下落といった。 新聞記事の見出しが出始めた。昭和強行当時の代表的なメディアである新聞、総合雑誌では、不景気を徹底させようと勇ましいスローガンが飛び出していた。1929年10月のオール街大暴落で、混乱する米国ニューヨーク緊縮財政と金融、引き締め策によって、約3億円の成果が準備され、為替も急速に回復したため、 日本政府は1929年11月22日、翌年の1月11日をもって、金解金に踏み切る大倉省令を交付した。しかし、直前の10月24日に、アメリカ合衆国ニューヨークのウォール街で起こった株価の大暴落、初位、暗黒の木曜日に橋を発した強行が、世界中に波及した。日本経済は、これにより金金による不況と合わせ、 二重の打撃を受けることとなった。金解禁前の為替相場の実勢は100円イコール46.5ドル前後の円安であったが、井上増唱は100円イコール49.85ドルという、金金湯前の旧閉下での解禁を行ったため、実質的には円の切り上げとなった。円高をもたらして、日本の輸出商品をあえて割高にし、ひいては、 日本経済をデフレーションと不況に導く恐れのある急平化解禁を実施したのは、円の国際信用を落としたくない思いに加えて生産性の低い不良企業を淘汰することによって日本経済の体質改善を図る必要があるとの判断されたためであった。金融界にあっても、金融強行後の資金の集中によって、 体質強化が図られていたので、デフレを乗り切る自信が備わっていた。為替の不安定に悩まされていた勝者も、また金解金に賛成し、海外からも金解金を迫られてはいた。しかし、ある意味で、1930年1月は、金解金の時期としては最も悪いタイミングであった。政府が金解金を急いだのは、1929年までの、 アメリカの繁栄を見たためであったが、ウォール外大暴落がやがて起こる世界大恐慌の前触れであることを予見した世界の指導者は誰一人いなかったのであり、井上蔵省もまた再びアメリカ経済が活況を呈するだろうと考えたのである。ところが、よりによって日本の近海金は世界恐慌の幕が切って落とされたその時に実行に移されたのだった。 金解金を見越して輸出代金回収を早め輸入代金支払いを繰り伸べるリーズラグズによって国際収支の好調と為替相場の上昇が一時見られたものの解金後は一転して逆調となった低コストによって輸出を拡大させようとした井上増昇の狙いとは裏腹に対外輸出は激減したその一方で 日本国内で打艦された成果は海外に大量に流出した。近海近後わずか2ヶ月で約1億5000万円もの成果が流出1930年を通して2億8800万円に及んだ。成果流出は1931年になっても収まらずむしろ激しさを増した。日本の輸出先はキートについてはアメリカ。 面製品や雑貨については中国をはじめとするアジア諸国であったが、これらの国々はとりわけ世界恐慌のダメージの強い地域であった。こういったことから、1930年3月には商品市場が大暴落し、キーと鉄鋼、農産物等の物価は急激に低下した。ついで株式市場の暴落が起こり、金融界を直撃した。さらに、 物価と株価の下落によって中小企業の倒産や創業短縮が相次ぎ、失業者が街に溢れ、国民一般の購買力も減少していった。1930年中に潰れた会社は823社に、及び減資した会社は311社、解散、減資の総額は5億8200万円に及んでいる。労働運動も激化した。また、全体の3割にあたる。 約3万の小売り賞がよ逃げしている。当時、気象であったはずの大学、専門学校卒業生のうち、約3分の1が、職がない状態であり、学士が、職にありつけない明治以来の異変が生じて、大学は出たけれどが、流行語となった。1930年の失業者は、全国で250万人余りと推定されており、このような未曾有の不況は、 ルンペン時代と称された。1929年を100とした時の1930年1931年の経済諸指標は以下の通りである。なお、1930年時点での日本の一人当たり、国民所得はアメリカの約9分の1、イギリスの約8分の1、フランスの約5分の1、ベルギーの約2分の1に過ぎなかった。 昭和恐慌で、とりわけ大きな打撃を受けたのは農村であった。キートの台米輸出が激減したことに加え、デフレ政策と1930年の方策による、米下下落、朝鮮、台湾からの米の流入によって、米価上が増大し、農村は壊滅的な打撃を受けた。ライオン首相と言われた、浜口友好浜口内閣は、農業教皇に対しては、 農民への定理資金の融通や米、キートのしか維持対策を取ったが、緊縮財政の枠の中では、全く不十分にしか行えなかった。一方、工業面では、1930年6月に、臨時産業合理局を設けている。浜口内閣は、対外的には、協調外交を進め、1930年4月に、ロンドン海軍軍縮条約を調印した。しかし、 同年11月、これを統水権甲板であるとして反発する愛国者の佐合王や留めによって東京駅で狙撃された。浜口は一命を取り留めたが、1931年4月内閣府一致で総辞職した。政府は同じ4月に工業組合法、重要産業統制法を制定して輸出中小企業を中心とした合理化やカルテルの結成を促進した。 重要産業統制法は、指定産業での不況カルテルの結成を容認するものであったが、これが統制経済の先駆けとなった。浜口の後継としては、同じ立憲民政党の若月霊次郎を主犯とする第二次若月内閣が成立したが、31年9月、関東軍によって満州事変が勃発した。また、同じ9月にはイギリスが、 金本位制から離脱したことにより、大量の円売りドル買いを誘発した。ドル買いを進めた財閥に対しては、国族、非国民として攻撃する声が、国民の間に高まった。満州事変に対しては、若月首相は、事変不拡大を声明したが、関東軍はそれを無視して、戦線を拡大した。こうして、若月内閣は、強硬に対し有効な対策を講じることができない。 まま、事変後の事態の収拾に行き詰まって、総辞職した。1931年12月、立憲声優会の犬飼武氏が内閣を組織した。犬飼内閣の蔵床高橋小暦を犬飼内閣の高橋小暦予蔵匠は、31年12月、直ちに金融室を再禁止し、日本は管理通貨制度へと移行した。高橋蔵匠は、 民政党政権が言ってきたデフレ政策を180度転換し、積極財政を取り、軍事比較庁と赤字国債発行によるインフレーション政策を行った。こうして、日本の金本位制復帰はわずか2年の短命に終わった。この2年間の深刻な強行は、社会的危機を激化させ、浜口祐子、井上淳之介、三井財閥の大黒柱であった。 ダンタクマラを襲ったテロリズムとなって暴発し、戦争と軍国主義への道を準備する結果となった。その一方で、金輸出再禁止により、円相場は一気に下落し、円安に助けられて日本は輸出を急増させた。輸出の急増に伴い利も急速に回復し、1933年には他の主要国に先駆けて、強行前の経済水準に回復した。 高橋財政によって日本は円安を利用して輸出を急増させたが、米英などからはソーシャルダンピングであると批判を受けた。米英物など多くの植民地を持つ国は日本に対抗するため自らの植民地権で排他的なブロック経済を構築した。ブロック経済化が進むと一転して窮地に立たされた日本もこれらに対抗することを余儀なくされ、 日満支援ブロック構築を目指してアジア進出を加速させることとなる。日本と同じ後発資本主義国であり、植民地に乏しいドイツイタリアも自国の勢力拡大を目指して傍聴政策へと転じた。こうした持てる国と持たざる国との二極化は第二次世界大戦勃発の原因となった。ありがとうございます。